アサヒ飲料が公開した新しい自動販売機その名も CO2 を食べる自動販売機です仕掛けは自販機の中にありました自動販売機の扉の内側のこちらのスペースに CO2 を吸収する特殊な素材を設置するということです ポイントは CO2 を吸収する白い粉です。自販機の稼働で発生する二酸化炭素のおよそ2割を吸収できると言います。実際に粉が入った袋に CO2 を入れてみると、20秒ほどで吸収されて袋がしぼみました。 自販機一台あたり杉の木およそ二十本分相当の CO2 が吸収できるといいます。大気中の CO2 を吸収する木と同じような役割を果たすために、都会の中に森を作るをコンセプトに展開していきます。アサヒ飲料は、二千三十年までに温室効果ガスの排出をゼロにするカーボンニュートラルの自販機の開発を目指すということです。 また CO2 を取り込んだ吸収剤は肥料やコンクリートに加工するなど再利用を進めたいとしています。ニュース